男子ダブルスの決勝、第1ゲームは11対7、画面手前3連覇を目指す平田橋本が4ポイントリードです。この両者は今年はオーストラリアの国際大会で一度対戦があります。その時は早川遠藤が勝っています。遠藤の強打、早川返しきれない、中途半端なスピードで来るボールでした。6連続ポイントです。橋本選手も今コースを突きましたよね、はい、あれが真ん中で早く、そこの早川選手待ってますから、はい、カウンターで決められてしまいますからね。やはりこの少しのコースを変えるという技術が非常に難しいところです。あ、なるほど。さあ、経験豊富なペアがリードしてゲームの中盤から終盤に入るところです。ポイント取りました。ようやくポイント取り返しまして12対8。さあ、早川遠藤としてはこの辺りから流れを変えていきたいですね。そうですね、もう少し思い切って攻めていきたいですよね、はい、それでスピードを出していければ平田橋本ペアの足も止まりますから、やはりここは少し無理もしてもいいので点差縮みたいところですよね。遠藤のサービスです。上げる平田、取りません。多少無理をしてもというお話がありましたけれども、はい、具体的にはどういうふうにしていけばいいですか。そうですね、やはりあの早い展開を平田橋本ペアも、はい、あのどちらかというと嫌ってますから、レシーブからの、はい、そういうのでしっかりドライブぶつけていくとか、はい、今のスマッシュレシーブもちょっと弱気ですから、そうすると平田選手がスッと後ろに入って打ちに行くというパターンが続きますよね。橋本のサービスに変わります。あっと、ややこネット際で早くあのミスが何本か見られています。そうですね、ちょっとこのネット際の勝負で早川遠藤ペアが迷いつつあるのかなと、はい、そうなると平田橋本ペアのこの前での勝負のうまさは非常にありますから、まあ、本来ですと早川遠藤の早川の前というのは武器なんですね。そうなんですけどもね、やはりちょっと気持ちが焦ってしまってるんですかね。ただタイミングが合ってくればああいう球が入ってきますからね、はい、平田橋本ペアにとってはここもう1点取って離したいところですよね。今6点差ついています。21点先に取りますとそのゲームを取ることができます。先に2ゲーム取った方がチャンピオンです。仕掛けていきます。おっと、ちょっと滑った、前に落とす。平田です。平田、この辺りのレシーブ安定しています。先に仕掛けたいんですが、やはりレシーブに回った時にちょっと球が単調すぎますよね。ですから平田橋本ペアがもう簡単に攻めていけるので、はい、やはりここは簡単に平田選手に前に決めさせちゃいけない場面なんですけども、それが今決まってしまう。もちろん平田選手のうまさもあるんですけども、早くエンドフィアにとってそこをなんとか前に返してみたり、あの後ろに返してみたりというふうにちょっと回避をしてみたいところですよね。ただそれだけ平田橋本ペアの攻撃が今いいということでもあるんですけども、まあ、どちらが前に来ても、まあ、平田が前に来ていい場面もありますし、平田が後ろに行っていいという形もあります。そうですね、やはり平田選手オーバーの時ですよね。サービスコルトがありました。早川遠藤ペアにポイントが入ります。高さでしょうか。そうですね、やはりまあ選手はギリギリのラインで打ちますからね、まあ、本当に取られれば1点取られますし、まあ、ただうまく入っていければいいサーブにつながりますから、本当にギリギリの選択を選手はしてますよね。まあ、ウエストライン、いわゆるこう肋骨の一番低いところを結んだラインより高いところでシャトルをサーブしてはいけません。しかしそのポイントを何かこう自ら取り返したような仕事でした、はい、でね、やはりこういう時に連続失点をしてしまうと嫌な流れになりますから、はい、そういうところはやっぱり橋本選手も経験ありますからね。フォルトを取られた後のこのラリーをしっかりやるっていうのはこの経験を積んだからこそ分かる経験ですよね。まあ、ペアを組んでからは3年目ということになりますが、はい、国際大会でも実績を積んできました。そうですね、今年の4月はインドスーパーシリーズで優勝しましたからね、はい、なかなか日本の男子が優勝する、国際大会が優勝するのは非常に難しいんですけども、はい、本当に優勝しましたから。それからアメリカやフランスの大会でもベスト4に入るなど実績を積んできています。平田選手の前は非常にいいですね。しっかり準備できてますよね。ポイントを引き離してこれで8ポイント差です。あ、こう早川が前に出られないところ、そうですね、クロスで打ってきました、はい、後ろです。前の打ち合い、エンド早川の決めました。こういう前の入り方、早川選手非常にうまいですよね。
これが一つ早川遠藤のいい形です、はい、ですから早川遠藤ペアにとってはどちらかがこういう積極的なプレーをどちらかがしていけばパートナーついてくることができるので、はい、どちらも迷ってしまうと平田橋本ペアが攻めやすくなりますから。まあ、そのあたりはダブルス2人のコンビネーションですの で, そうです、ね。まあ、どちらかがこうどちらかをカバーするようなそういう要素も必要になってきます。遠藤の後ろです。連続ポイントになりました。遠藤選手もちょっと体勢が悪いなと思って高橋本ペアもちょっと攻撃できるかなと思うんですけども、はい、そこからでも鋭い球を打っていくのが遠藤選手なので、そこが遠藤選手のうまさでもありますよね。大学生の時には学生チャンピオンの経験もありますが、それはシングルスでした。ダブルスでの決勝というのは本当に初めてだと話していた遠藤です。前に落としてきます。平田の強打、失礼、橋本の強打です。ちょっと早川選手がレシーブでも引いてしまってますよね。ですから橋本選手が自由に攻撃ができるということで、平田橋本ペアにとっては非常にやりやすい展開ですね、この第一ゲームは。まあ、下がっているといっても本当にこうわずかな距離だとは思うんですけれども、ね、はい、ただ対戦している方はなんとなく引いてるなとかって分かりますからね、はい。遠藤です。ポイント取りました。この縦の関係、特に遠藤が後ろに行った時に今いい形が何本か見られています。そうですね、早川選手も今の取られても次プッシュを打てる体勢作ってますからね、やっぱりこういうリズムをしっかり合わせていければこういう点数差にはならないのかなというこの第一ゲームですよね。6ポイント差です。ネットにかかりました。さあ、これで5ポイント差まで来ました。ただここで本当にもう 1,2 点取れれば、はい、追いつくチャンス十分出てきますから、ここは早川遠藤ペアにとっては大事なポイントになってくると思います。逆に平田橋本はこういうところでこう流れを切る経験を持っています。前です。少し下がり気味の早川ですが、あーっとネットになりました。接触してしまいましたね。ちょっとしたタイミングなんですけどもね。さあ、これで第1ゲーム平田橋本あと2ポイントで取れるというところまで来ました。序盤に早川遠藤もいいポイントがありましたが、全体的にはこの平田橋本がいい流れでここまで戦ってきています。おっと、入っています。入ってますね。一度アウトでしたけども、まあ、入っていたところですね。ギリギリのところです。はい、本当にこれを見分けるのが非常にラインジャッジの方も難しいんですよね。本当に今のもギリギリですから、まあ、本当にジャッジを出した時にいや違うという判断ができることもむしろすごいぐらいですよね。幅4センチのラインの上を巡る攻防でした。レシーブから前です。橋本ラインをちょっと見た。ここは攻めたい早川。3本打った。ポイント取りました早川遠藤です。後ろはギリギリ入ってましたかね。ちょっと風があるので考えてしまうんですよね。わずかにこうジャッジした後のちょっとタイミングが合いませんでした ね、 したね。平田選手がね、遠藤選手も帰ってきたらどうしようっていうような苦笑いをしましたけども。さあ、これで4ポイント差まで来ました。まあ、もちろん平田橋本が有利な状況かとは思いますが、徐々に早川遠藤も追い上げています。追い上げてますからね、はい、本当にこのゲームが取られたとしても早川遠藤ペアにとってはここをしっかり点数を重ねてチェンジコートするのと、このままズーズーいってしまうのが全然第2ゲームの入り方違ってきますからね。ですからそういうことも考えて早川遠藤ペアもここをしっかり点数を取りいってるんでしょうね。ネット際です。遠藤後ろいい形、前に出てきた遠藤。厳しいコースよく取ります。最後アウト。橋本平田もよく取りましたが、取りましたけどもね、平田選手もちょっと流れを変えるためにクリア入れたんですけども、ちょっと低かったですね。この前のそうですね、球でしたけど、それを見逃さずに早川選手は攻めれますからね。やはり攻撃が苦手なんですと言いながらもこれだけの球を打てますからね。さあ、3ポイント差まで来ました。あっと、空振りになった。声が出ています。最後は平田の強打連続でした。
これでゲームポイントです。平田選手も強打角度がありますからね、どうしても差し込まれてしまうんですよね。ただ平田橋本ペアにとっては逆にちょっと嫌な流れでしたから、はい、この一発というのは非常にありがたかったでしょうね。さあまず第一ゲーム3連覇を目指す平田橋本がゲームポイント。あっとネットです。第1ゲームは21対16、平田橋本が取りました。ファーストゲームワンバイ平田丸康さん、橋本博和さん、花見雲、富山県。